2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて DSEI Japan 2023という展示会が開催されたことを、皆は知っているかな？ここでは日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示されたぜ。軍事マニアたちにとっては目の色が変わる催しだっただろうね。さて今回はそんな DSEI Japan 2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この DSEI Japan という名称の展示会は2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたんだけど、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったんだ。DSEI Japan 2023には開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているけど、これらの企業は直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていたよ。ただし参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本がこうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えないな。そもそも DSEI Japan の会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に従事している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっているぜ。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えないな。さてそんな今回の DSEI Japan 2023だけど、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろうね。日本においてそれは三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールスロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らがそうした参加企業の代表格なんだ。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI Japan 2023においてもその中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していたよ。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれているアメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2を、その先の世代だと認識された機体はまだどこにもなく、その定義も曖昧だけどキャッチフレーズには使用されているみたい。さてそんな GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI Japan 2023では川崎重工業社がかなり変わった展示を行っており、一部ではそのパネル展示が非常に大きな話題ともなったね。ここで川崎重工業社がパネル展示を行ったのは、参加の同社のグループ企業でバイクやジェットスキー等を手掛けていることで著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてなんだ。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は製品名をギガセルと称するんだけど、今回川崎重工業社は DSEI Japan 2023においてその用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したみたい。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みだね。また距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されているぜ。実際にはこの2023年3月においてカタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド・アール・フォード、
そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみだな。このうち最新鋭のジェラルド・アール・フォードは電磁式カタパルトを装備しているけど、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは全て蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだよ。蒸気式のカタパルトはまだアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では非常に完成度が高いことは言うまでもないんだ。しかしアメリカ海軍はこうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・アール・フォードに搭載したぜ。ただし2017年に収益を迎えたジェラルド・アール・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ初めて導入された新機軸の装備が他にも多数あったことも影響し、事実上は2022年までの5年間は実稼働状態とは言えなかったな。アメリカですらきちんと稼働させるのに時間がかかっているんだね。それほどまでに、かのアメリカ海軍ですらも実用化に時間を必要とした電磁式のカタパルトだけど、中国海軍は2022年6月に進水させた同海軍3隻目の航空母艦の復権にそれを装備すると世界に向けて喧伝しているよ。心意気は認めるけど、中国には難しい気がするよね。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも言い難いように思えるね。ちなみに中国はこうした復権のような航空母艦に限らず、今後は航空機を運用可能な強襲揚陸艦等にもカタパルトの搭載を推進していく方向だとみなされており、復権のテストはそれらにも大きく影響を及ぼすだろうな。それは今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりもはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものとなるのかもしれないぜ。さてアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によってゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしてはイーマースと呼称されているよ。この電磁式のカタパルトイーマースは、主として4つの要素を持つシステムで構成されており、それはモーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でもバッテリーにはフライホイール形式が採用されているんだ。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられているな。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは無論蓄電池に該当する製品なんだけど、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量でかつ高速の重放電に対応し、環境にも優しいとされているみたい。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の大型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池はこれに対し、大きく重く重放電時間も長いが非常に低コストだと考えられるよ。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだけど、運用上で重放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りうるのかは少し疑問にも思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国海軍の航空母艦といえば、一番艦で練習用とみなされている遼寧が近年は日本の近海にもたびたび進出するなど、同国海軍が自国の沿海域を超えて西太平洋に勢力を拡大するための象徴的な戦力と位置づけていることが感じられるよね。遼寧は旧ソ連時代に建造中であった同国の未完成の航空母艦を、最終的に所有権を有したウクライナから中国がスクラップと名目を偽って入手し、
完成させて自国の初の航空母艦として収益させたことでも有名だな。中国の軍拡の動きは侮れないよね。どんな状況になっても対応できるように、日本側も備えておく必要があるよ。さて今回は、中国が遼寧、山東に続き3隻目の福建を進水させたことと、電磁式カタパルト搭載の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国はこの遼寧を完成させた経験をもとに国産としては初建造で、海軍としては2隻目の航空母艦山東もすでに2019年末に収益させ、航空母艦戦力の拡充を図っており、こちらも海洋進出の強化を印象付けているよね。しかし遼寧山東の2隻はいずれもストーバーショートテイクオフバットアレステッドリカバリー方式での、艦載機の運用を行う航空母艦であり、艦首部にはスキージャンプと呼ばれる傾斜が付けられているんだ。これはストーバー方式が日本語では短距離離陸高速着艦と訳されることからもわかるように、艦載機ができるだけ短い距離を自走しスキージャンプ勾配を利用して離陸し、着艦はアレスティングワイヤーを使用する形式のものだな。このストーバー方式は発艦に強制的に艦載機を加速させるカタパルトを使用しないため、その開発技術やノウハウを持たない国の海軍の航空母艦でも用いられているが、その分艦載機の能力には制限が生じてしまうぜ。これはストーバー方式の場合にはどうしても艦載機が自力で加速して離陸する必要があるため、機体自体を軽くしておくことが避けられず、物理的には可能な燃料や兵装の搭載量を減らさざるを得ないことを意味しているよ。よってストーバー方式で離陸した艦載機はカタパルトを装備したカトーバー方式の場合と比して、一概に燃料が少ないため作戦行動半径が狭く、また兵装も少ないため、攻撃回数や攻撃能力に劣ることがマストと考えられているんだ。アメリカ海軍の主力である10隻のミニッツ級航空母艦及び、1隻のジェラルド・アール・フォード級は全てカタパルトを備えたカトーバー方式なんだけど、同方式が採用されている航空母艦はこれら以外にはフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみとなっているみたい。このシャルル・ド・ゴールが搭載しているカタパルトも、アメリカが同盟国として技術援助を行っていることで実現されているものであり、事実上これまではカタパルトの製造や運用技術はアメリカが独占していると言って良い状態だったんだ。これらのカタパルトの中でミニッツ級やシャルル・ド・ゴールが搭載している形式が蒸気式カタパルトであり、映画トップガンでアメリカ海軍の航空母艦から F-14 や FA-18 等が離陸する際に描写されたものだね。これらの映画の画面でもわかるように、蒸気式カタパルトは文字通り蒸気をその力として動作しているため、艦載機の離陸時にはかなりの量の水蒸気が飛散されることを目にしたという方も少なからずいると思うよ。アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦はこの蒸気式カタパルトを艦首に向けて2機、アングルドデッキ上に2機の合計4機を備えているけど、動力となる蒸気を通すため非常に多くの配管を艦内に張り巡らせているんだ。その蒸気用の配管の維持メンテナンスにも膨大な労力がかかるであろうことは想像に難くなく、また艦載機の離陸時の機体ごとの調節の容易さを狙って、アメリカ海軍は2017年に収益させたジェラルド・アール・フォード級からカタパルトの仕組みを変更したみたい。それが電磁式のカタパルトであり、EMALS エレクトロマグネティックエアクラフトローンチシステムと呼称される。電気を動力源として用いる形式で、アメリカ海軍とイギリス海軍とが共同開発を行ったものになるぜ。電磁式のカタパルトは蒸気式のものと比して、艦載機へ加える力をより状態に応じて細かく制御可能であり、またエネルギー効率に優れ構成部品が長寿命、蒸気を起こすボイラーやその配管が不要となることが利点とされているな。引き換え電磁式のカタパルトの運用には膨大な電力を供給する必要があり、また現時点では蒸気式カタパルトに比して開発及び製造に要するコストが総じて高額であり、費用対効果の面ではまだ課題が多いと考えられてきたよ。しかもこの電磁式カタパルトを搭載した初の航空母艦であるジェラルド・アール・フォードは2017年に収益を果たしたものの、同システムや他の兵装搬出用のエレベーターなどのトラブルが相次ぎ、戦力化にはかなりの時間を要しているみたい。
まだまだクリアしないといけない課題がたくさんあるってことだね。こうしたジェラルド・アールフォードでの失敗の教訓を生かし、以後のアメリカ海軍では艦艇への新機軸の搭載はある程度に限定しつつ進めていく方針を打ち出しており、安定した移行を図ることを優先するんだって。このようにアメリカ海軍ですらもその導入と実る運用に手を焼いた電磁式カタパルトなんだけど、中国海軍では2022年6月に進水を行った3隻目の航空母艦福建に、これまでカタパルトの運用実績すらないにもかかわらず搭載すると明言しているんだ。福建が進水を迎えた際には、搭載予定とされた電磁式カタパルトは3機と説明されていたが、いずれもその箇所には覆いがかけられており、実際に装備されるのはまだ後のことになるのだろうと伺わせたな。中国海軍の福建は基準排水量が71,875トン、満載排水量が8万トン以上、全長が315メートル以上、全幅が76メートル以上と推定されているが、無論この規模はアメリカ海軍の航空母艦を除けば世界でも最大クラスだね。福建は早ければこの2023年春前後に最初の航行テストに臨むと予想する西側の関係者もあり、さらにそこから1年半ほどの期間をかけて2024年中には実戦配備が行われる可能性も示唆されるなど、動向が注目されているよ。このスケジュールの予測が正しいと仮定した場合、福建は来年の2024年には電磁式カタパルトを含む艦載機のカトーバー方式での運用能力を獲得することが必須となるけど、個人的にはこの流れがスムーズにいくのかには疑問を禁じ得ないね。まずは当然のことながらあのアメリカ軍でさえも想定通りに稼働させることに時間を要した電磁式カタパルトそのものについてであり、いかに中国が様々な技術を模倣しコピーする国といえどそれが今から1年ほどで可能かという点だと思う。次にカトーバー方式用の艦載機の準備の件があり、これまでストーバー方式の機体しか運用してこなかった中国が、これまでも報道はされては北が戦闘機をはじめとし、早期完成機等まで網羅する形にできるのかという部分だな。そして最後には福建はこれまでの中国の航空母艦と同様に通常動力型であり、非常に大きな電力を必要とする電磁式カタパルトの運用をその仕様で実用化できるのか、という点で決してそれは容易ではないと考えるためだぜ。これらをまとめなければ電磁式カタパルトそのものの完成、搭載する各種艦載機のストーバー方式への対応、通常動力型である福建の電力供給能力という3点から、その2024年内での収益は困難なのではないかと個人的には思えるんだ。いずれにせよ中国側がまず予想されたように、この2023年の春から福建の公開テストに着手できるのか否かが鍵となると思われるが、この2023年3月の段階でも今のところそうした動きは少なくとも報じられてはいないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。これを視聴してくれている皆さんは、海上自衛隊が世界に誇る US-2 救難飛行艇をご存知かな？アメリカ海軍ですら、その性能に関心を持っており、実際に視察を行っているくらいみたいだね。その US-2 救難飛行艇の8機目を海上自衛隊が納入したわけだぜ。さて今回はそんな US-2 救難飛行艇について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年5月24日、新名は公用より、通算で8機目となる US-2 救難飛行艇が海上自衛隊へ納品され、晴れて岩国基地に配備されることになったよ。2007年3月の初号機から今もなお日本の海難救助活動に従事しており、これからも多くの命を救うことが期待されているね。US-2 救難飛行艇の初舷に関しては、乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m の規模艦となっているんだ。これを見ると世界でも最大規模の飛行艇と言われるのも納得がいき、最大時速 580km、巡航時では 470km、航続距離も 4700km に達すると言われているんだって。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴と言われ、
世界の各国から注目されているのが圧倒的な短距離着水を可能としている点だと言っていいんじゃないかな。離水距離280メートル、着水距離330メートル、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇の中でも群を抜いているくらいだよ。救難飛行艇として世界9カ国において採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は離水距離が808メートルで着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差を見ても歴然だよな。このような高性能な機能を持つ US2 救難飛行艇だが、なぜか海外での採用例は一つもない。なぜなら、US2 救難飛行艇は生産数も限られており、1機あたりの価格が120億円を超えているからだぜ。だからこそ世界の国々も注目はするけど、いざとなると購入を渋ってしまうんだね。その中でも、導入間近まで交渉していたインドだったけど、ロシア製の B200 飛行艇の1機あたり75億円という安価な型に食いつき、性能は大幅に劣るものの、コスト面で負けてしまったんだ。しかも、インドはもともとロシアとつながりが強いことから、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると推察されるよ。いかに日本の US2 救難飛行艇が高性能といっても、そもそもロシアの優位性が高かったんだ。しかし、現状を見てもロシアの生産性の低下が顕著になってきていて、当然だが、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっていて、B200 飛行艇の生産も止めざるを得なくなっているぜ。それでもインドはロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入するなど、独自の路線を選択していることから、二国間の関係は良い方向で進んでおり、今後も価格面などで合意が取られれば、取引は順調に進められるだろうな。一方で US2 救難飛行艇の外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US1 飛行艇を踏襲していることが見た目でもわかるよ。この US1 飛行艇も同様に、新名は工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで立派に役目を果たしたんだ。実はこの US1 飛行艇はオリジナルの開発ではなく、海上自衛隊が1970年に採用された PS-1 という新名は工業が製造した、対潜水艦用哨戒機がベースとなっているみたい。その当時、日本の脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソナーを使用するタイプであったんだけど、その方式はすぐに陳腐化する結果となり、当時世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法が躍り出ており、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P3C 対潜哨戒機において実用化を果たしているね。それで、海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で打ち止め、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製の P3C 対潜哨戒機を導入する運びとなったわけだな。ちなみに同機は川崎重工業者がライセンス生産を行うなどして、その後、100機以上が調達されており、海上自衛隊では同社製の国産 P1 哨戒機を2013年正式採用へと発展を遂げたぜ。2022年度末においても P3C 対潜哨戒機40機の保有を継続していたことから、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も進められているけど、またもや交渉負けしている模様が伺えるよ。中でも南シナ海での監視能力強化を図るフィリピンが P3C の購入を希望していたけど、後の運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P3C に代わり、より扱いやすく維持費が安い方の TC90 に変更となっているんだ。P3C 対潜哨戒機の代替になった川崎重工業社製の P1 哨戒機は、この流れで、日本政府は P1 哨戒機を海外に売り込む案を模索していたが、有力視された国々の大半はアメリカのボーイング社製の P8 哨戒機を採用して、またもや交渉に惜敗しているんだ。武器輸出の規制が緩和された日本としては、
どうにか販路の開拓を行いたいわけだけど、やはり海外輸出の望みは今のところ薄いようだね。PS-1 対戦哨戒飛行艇から US-1 飛行艇を経て開発された US-2 救難飛行艇であるが、この製造元である新明和工業は、太平洋戦争まで、これらにつながる飛行艇の開発製造を行ってきているよ。新明和工業は前身である川西航空機より引き継がれた技術やノウハウを存分に発揮しており、実際、川西航空機は錦大艇の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍への納入実績もあるんだ。太平洋戦争期において世界屈指の性能を持つと評価を受けた錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に惚れ込み、正式採用に至ったわけだな。この菊原静雄技師によって開発されたのは二式大型飛行艇だけではなく、極地戦闘機として名高い市電及び市電海をも開発しており、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師でもあるぜ。二式大型飛行艇は、第一次世界大戦の幕を閉じた後の世界の軍縮の流れから開発されたものであり、アメリカ海軍を最大の仮想敵としていた大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、この艦の軍縮条約等で規制されたことが発端となっているよ。当時の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりとなる航空機の攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというものであり、そのことから、航続距離を長く持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現化を考察していたんだ。もともとは陸上攻撃機の開発が求められたんだけど、第一次世界大戦の結果、日本の移民統治領とされた元ドイツ領にあたるミクロネシアなどの島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めた背景があったみたい。だからこそ、飛行場を利用せずとも、海上から飛び立つことができる大型の飛行艇の開発を必要とし、川西航空機はこの機体に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用された功績を持つんだ。国内で初めて量産されることになった97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇として誕生し、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手されることになり、その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に正式採用されたのが、二式大型飛行艇というわけだね。こうやって US-2 救難飛行艇の歴史の紐を解いていくと面白いものが見えてくるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。